ルちゃん金子でございます。ということで今日なんですけども、自分の船からお送りしております。最近遊漁船が多くて、自分の船売っちゃったんですかっていうねコメント結構来ます。売っておりません。用途に応じて遊漁船、自分の船って乗り分けております。そして今日狙う魚種がですね、キス。これ狙っていきたいと思います。まあ、いつも通り餌は5回2000円分買ってきました。こんだけあればね困らんでしょう。ほんで天秤に15号の重り、そして早掛けのキス針ですね。で5回をつけて、ちょっとこれ半分に切っちゃいますか。1本でもいいと思うんですけど、1本だと食べきらんと思いますんでね、ちょっと大きいんで、はい、こんな感じ。ちなみにここのポイントはもう実績もなんもないポイント、なんとなくフラーっときたポイント、特に反応も出てない。反応はちょっとあるか。キスってそんな反応たくさん出るような魚ではないと思うんですけどね。まあでもありかしどこでも釣れるんじゃねって魚です。ほんで陸からだとガーンと遠投して、できるだけ深場を狙っていかないとダメなんですけど、船のキス釣りはもう下に落とすだけでいいんで、そこ楽ですよね。あ、来た来た来た、おるおる、います、ここいます。小さいからかな、なかなか乗りはせんな。でちょっと釣れないなと思った時はこう天秤がね絡まってる場合あるんですよね。もう今日は食べる分だけサクッと釣って帰りたいと思います。あ、来た、乗った乗った乗った、釣れた。なんだろう、キスなのかチャリコなのか、果たしてメゴチなのか。新しいポイントで釣れた魚、キスだと嬉しいけど、なんだ、君か、シャリコでした。まあ大の子供、これがいっちゃあんまり良くないな。これはねもうキス釣りの下道ですね。本当に指ぐらいのサイズですね。これが大きくなるとマダイになります。大きいマダイになって帰ってきてね、 できるだけ魚に触れずに針をきれいに外してあげて、できるだけダメージ少ないように。よし、 OK、 ほい、大丈夫だな。よっしゃー、チャリコか。もう一匹ここで釣ってみましょうか。でこれでまたチャリコが来るようなもんだったら、ちょっと場所変えします。実績のあるポイントに移動したいと思います。プライベートでね一回行ってきて、めっちゃ釣れたポイントがあるんですよ。そこ行きます。まあ、でもポイント開拓っていうのも大事だし、また楽しいんですよね。うん、当たりはあるんですけど、やっぱ細かいですね。全部チャリコだと判断します。もうキスだったらかかってますんでね。これ移動、はい、場所移動。なんか今日ね雨の影響で濁りが入ってて、キスがなかなかむずいらしい。やっぱ濁りがあるか。あ、ほら、え、待って、何、どういうこと、ハリスが全部切られてる。針がない。サバフグかなんかいる、もしかして。僕からしたらフグもごちそうなんでね、草フグ以外。来た、乗った、結構でかい。チャーリーさんだ、来てる、乗った。うわー、チャリコみたいな引きだな。あー、ダメだ、チャリコ。はい、釣れました、ありがとうございます。針は飲んでないな、飲んでない、 OK、 飲んでない子は生かします。いってらっしゃい。よっしゃ、 OK、 います。濁りがすごいんでなかなかキス見つけてくんないですけど、ちゃんと釣れますね。はい、ちょっとポイントを移動しました。でさっきポイントを移動して投げたら1投目でめっちゃでかい25センチぐらいのアジが2つかかりました。でもキス針なんでちょっと取れちゃったんですけど、いるよここは。ちょっと岩礁混じりの砂地に来ました。来た、うわ、でけえ、何これ何これ。あー、カサゴか、びっくりした。キスのつもりで取ったらカサゴだよな。ビビった、またさっきのアジが来たと思ったわ。カサゴちゃんゲット。あ、ちょっとちっちゃいんでカサゴちゃんは逃がしますね。あ、ちょっと来た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 、よしよしよし、結構でかいと思う。ういー、お、結構いいサイズ。このぐらいのサイズがボンボン上がると嬉しいですよね。でこうやってキス針飲み込んじゃってる場合あるじゃないですか。これ大変ですよね。でこれ簡単に取る方法あるんですよ。今日それレクチャーしたいと思います。まずキスを持ちます。そしたらエラを開くんですよ、この状態。そしたら針を引っ張ると簡単に出ます。ちょっとエラとか傷ついちゃうんで、イカシでは持っていけないんですけど、エラをこう開いてあげると、もうこうやってエラごと取れたりしますんで、飲み込んじゃった場合はもうこの方法で取るのが一番手返しがいいと思います。まあ、エラも取れるんでね、ちょっと締まった感じでいいと思います。あ、綺麗ですね。まあ、あと10匹ぐらい釣ったら帰りますか。はい、というわけでもう5回がなくなりました。2000円分買ってきたけどなくなっちゃった。まあ結果から言うと餌取りがめっちゃ多かったですね。マダイの子供が3匹釣れて、その中に1匹キスが混じるって感じでしたね。今から風も出てくるみたいなんで、帰って料理していきたいと思います。じゃあ帰宅。ただいま、ということで帰ってまいりました。まずはですね、これが針を飲んでしまったキスですね。結構型がいいんですよ、大きいですよね。このクーラーボックスに入っとるのが、よっしゃ、池のキス。おー、生きとる。
ブクブクがなかったからちょっと心配だったけど、まだギリギリ生きとるな。ちょっと水槽に出してみますか。はい、いってらっしゃい。すげえ、家に生きたキスがいる。キスってなかなか生かしで持ち帰るの難しいですよね。そしたら今日はこちらのキスを使ってキスの3種盛りを作っていきたいと思います。天ぷらにしたらめっちゃうまいのは分かっとるんですけど、今日はあえて天ぷらはしません。キスっていうのはお刺身もめちゃくちゃうまいんです。お刺身でもいろんな食べ方ありますんで、なんで今日はこのキスを使って3種盛り作っていきたいと思います。ではまずはこちらの池のキスを締めて下ろしていきたいと思います。よし、じゃあおいでおいで。6匹もおれば十分ですね。じゃあまずは締めていきたいと思います。いただきます。これ豆味が釣れましたけど、1回ね、5回にすごい大きい味がかかったんだよな。これの3倍ぐらいあるやつが2匹ちょっと取れてなかったんだけど、キス用の針だったんで手前で抜けちゃったんですけど、すげえ大きいのが釣れたんですよね。はい、締め終わりました。そしたら鱗と内臓を取っていきますね。なんで生かしたまま持ってきたかと言いますと、キスって氷締めとかにすると身がすぐ死後硬直しちゃうんですよね。死後硬直した甘みのある刺身もうまいんですけど、このね、生きた状態のこのプリプリ感のあるキスの刺身ってめちゃくちゃうまいんですよ。これを食べたいから池で持ってきました。でもキスを池で持ち帰るってマジで難易度高いんですよ。とっても弱い魚なんで、針を飲み込んじゃってエラに傷がついちゃったらもうすぐに死んじゃいますし、防波堤とかだとクーラーボックスとかバケツに海水を入れてブクブクしとくだけじゃ、どんどんそのバケツの中の海水温が上がっちゃって温度で死んじゃったりするんですよね。なんでめちゃむずいんですよ。なんですけど、自分の船だったらこういう風に持ち帰れる。相当ね、手間かかりますけど、本当に池のキスはめちゃくちゃうまい。鱗をまずはこうやってしっかり取っていきます。で、生きてるキスはこう鱗がねしっかりついてるんですよ。死後硬直すると包丁で簡単にカリカリって剥げますけど、結構ね、生きててビッチリっとしとるとなかなかこう引っかかっちゃってね、取りにくいんですよ。まあ慣れれば包丁でもできるんですけど、こう生きてるやつは取りにくい。なので鱗かきで取っちゃいます。はい、そしたら包丁でこうやって仕上げ、どうしても鱗かきだけだと取り残しがありますんでね、包丁でもこうやって仕上げていきます。それに包丁でこうやって削いであげた方がぬめりも取れるんですよね。では頭を落としていきます。で、内臓を取ります。頭を落とす、内臓をかく。わあ、これ油あるね。キスもね、高いとこで買うといい値段しますからね。この前スーパーでこのぐらいのサイズが1匹200円で売ってました。でもキスが生きた状態で売られてるのは僕一回も見たことない。多分生きた状態だったら1匹500円ぐらいすると思う。はい、じゃあ頭と内臓を取れましたら、お腹を割って大名おろしで3枚におろしていきます。うわー、まだ身がプリプリだから反発してきますね。はい、こんな感じですね。まだ身がね、透き通ってますね。これはもう時間との勝負、早くしなきゃね。お腹割ってできるだけ骨に身を残さないように大名おろし。はい、じゃあ次は腹骨をすいて皮を引いていきます。尻尾の方から包丁を入れて、できるだけ皮を切らないように、そして皮肌を残すイメージで、こんな感じ。マジで透き通ってる。もう一回いきます。腹骨をすいて、で尻尾から包丁を入れて、シュッ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 と、はい、こんな感じですね。で、今日はですね、普通のお刺身と、あと皮ついたまま炙り、そして昆布締めを作っていきます。でも昆布締めだと締める時間が必要じゃないですか。せっかく池の状態で釣ってきたのに、もうその締めとる間に身が固くなっちゃうじゃないですか。一瞬で昆布締めにする方法があるんですよ。まあ、即席昆布締めですね。それをね、今日紹介できたらなと思います。この大きいところを、これを刺身にして、この半分昆布締め、半分炙りでいきましょうか。なので半分皮ついたままにします。なので昆布締めの方だけ皮引いていきます。急げ急げ、急がないと身が硬直してっちゃう。
シャッシャシャッシャやってきます。でこのサイズが小さめなのはこれは最初のポイントで釣ったやつかな。で最後に行ったポイントが結構大きい方が揃ってましたね。ほら針飲み込んじゃった個体はほとんど大型ですからね。そしたら一度さっと塩水で洗っていきます。あんまり長いこと洗っちゃうと身が硬くなっちゃいますんでね、ペーパーを用意しておいてすぐに水を切るように。そしたら氷水にお塩、ちょっと多めのお塩ね。そしたらザバザバザバっと、炙りは皮も一緒に食べますんで特にきれいに洗う。よし、洗ったらすぐにペーパーの上に、で大きいのもさっと洗ってペーパーで水気をしっかり取ります。もうこれできれいですね。あとは食べるだけです。そしたらまず昆布締めからいきます。まずこの塩水処理で洗ったプリップリの身ですね、まあ、これちっちゃいのでこの1枚でもいいんですけど、まあ、半分に切ってもいいですね。このぐらいの糸作りみたいにしてもいいと思います。なんでこうやって細くするかというとこの方が締まりが早くなります。本当にプリプリ、もう映像からも多分伝わってますよね、このプリプリ具合。ほらこの何だろうな、一本一本がハリハリってしてるっていうか。そしたらお皿にこちらを使うんです。ささめ、まあ、要するに塩昆布ですね。塩昆布とこうやってキスを軽く和える。これでこの塩昆布に入ってる塩がキスに付着してキスから水分が出てきます。でその水分でこうやってちょっと湿ってくるんですよね。でこの湿ってくると昆布の旨味がキスに移ります。この状態これでいいです。即席のキスの昆布締めの完成。次炙りいきます。急ぎますよ。プレートの上に乗せます。何でもいいと思います。このバーナー使いますんで火に強いものの上に置きます。まな板の上でやっちゃうとまな板焦げちゃいますんでね。で皮目だけ炙っていきます。で今回このままいきますけど切れ込みを入れてもいいと思います。こう切れ込みをこうちょっと入れて炙っていくとまたそれも綺麗かなと思います。半分切り込み入れてみましょうか。で皮目に軽く文字をかけます。お塩かけて、そしたら炙っていきます。はい、まだ身が生きてるんでこう反りくり返りますよね。そしたらこちらを切って盛り付けていく。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちらが本当に今さっき釣ってきたばっかのキスで作ったお刺身です。まだ身が生きてます。もしかしたらさばかれたこと気づいてないかもしれんな。このね、炙りとか見てもらったらマジでわかると思うんですよ。炙り持っても今度は立たないんですよ、普通のキスの炙りって。ただ下の身が筋肉が張ってて生きてるからこんなぷよぷよで立つんですよ。こういう感じ。ではまずは炙りの方からいただきたいと思います。ちょん、いただきます。これはうまいわ。もう全然違う。舌触りがめちゃくちゃいい。さすが釣れたてだな。これは贅沢。船の上でもやれんことはないんですよ。なんなら船の上でやるのが一番早いです。それは釣ってそのままさばくだけなんでね。なんですけど、船の上だと、ここまで綺麗に処理ができないんですよ。やっぱり家に持ち帰って、こういう綺麗な処理してあげると、もう全然変わってきます。マジでうまい。まあ、また船の上でね、さばいて料理っていうのもしたいですけど、やっぱり魚料理っていうのは、シンプルだけに、下処理がめちゃくちゃ大事なんです。よし、じゃあ次は、ノーマルお刺身。こちら行きましょう。醤油ちょっとつけて、もう醤油はちょっとでいいですね。ちょっとすだちもかけちゃったりして。もう入ります?この音。弾力があるんです。キスの刺身が弾力ある。あ、うまい。噛めば噛むほどうまい。そしたらこちら、昆布締めいきましょう。最近ね、僕この赤いあしらえの花にハマってます。なんていう花かちょっとわかんないですけど、食用花です。可愛いですよねこれ。塩昆布と一緒にいただきます。うわ、うまっ。これマジでうまいな。この即席昆布締め、ぜひ皆さんやってみてください。めっちゃ簡単なんで、5分ばっか置いとけば、もうわかりますかね、この締まってる感じ、くるっとなっててね。
でちょっと飴色になってて、昆布の色素と旨味がキスに移ってますよね。でこうちょっとねネバーっとするんですけど、これネバーっとしても腐っとるとかじゃないですからね。この昆布のぬめりなんで、昆布締めっていうのはこういうもんです。ちょっとすだちとかやっちゃったらもうこれすげえうまいと思う。すだちをこうやってやっちゃって、いただきます。ごちそうですこれは。はい、ということで今日はこちらの釣れたてのキスを使った3点盛りときましたら、お飲み物をこちらでやっていきたいと思います。せーの、じゃん、銀色のやつ。あー、今日はあえて船の上では一滴もお酒は飲みませんでした。なぜならこの瞬間を楽しむため。はい、こちら7歳さんですね、いただきます。これこそ本当に釣り人の特権ってやつですね。幸せ。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は自分の船でキスを釣りに行って、生きたまま持ち帰って、そしてすぐにさばいてお刺身にして食べてみましたけども、キスの刺身はうめえわ。池のキスはなかなか手に入らないんですけど、普通に生きてなくても美味しいので、キスはお刺身としてぜひやってみてください。で釣りする皆さん、ぜひ一回キスの池お持ち帰りチャレンジやってみてはいかがでしょうか。本当に池のキスのお刺身っていうのは釣り人の方しか食べられません。なので自分で釣ったキスをちょっと大事に生かして持って帰ってみて、自分のお家で池のキス味わってみてはいかがでしょうか。感動します。はい、というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。